なんだろう。最強の武器、最強のデュエリスト、これで燃えてこなければ、これは偽物のデュエリストだ。俺たちの未来、貴様の好きにはさせない。よっしゃ、俺のターン、ドロー。行くぜ。俺はマジックカード融合発動。俺は手札のエターマンとアストレディを融合。ほい、フレームウィングマン。エレメンタルヒーローバブルマンを守備表示で
ラーカード1枚を墓地へ送ることで手札の中ラーモンスターレイク人間を墓地召喚する。墓地のテイクオーバー5の効果発動、もう1枚カードを取ろう。トコロコシ発動、その効果により3枚ドロー。さらに永続魔法発動、悪夢の周期。1枚カードを伏せてターンエンドだ。
のヒーローデッキの力を見せてやる。俺のターン。ジックカード215。ビルドか墓地の融合素材モンスターをデッキに戻し、墓地かネオンフレアスプランボールをデッキに戻し、コンタクト融合ドリブル。楽しいデュエルだったね。